ではスーパーマリオ RPG リメイク続きやっていきます。さて今回は武器世界ですね、やっていきます。でもね、ちょヨロレイホと戦ってみるか。 OK、 なんか新しい子いるかな。あ、なんか変わった色の兵法がいる。ハイテレサ。あ、ちょ待って、おい死んじゃったよ。フライパン強すぎるよ。ピーチ姫レベルアップしちゃった、強すぎる。210、どうしよう。あ、これかな、魔法かな。こいつかわいいね。でも1匹しか出てこない。なんかまとまってなんかでかいモンスターになりそうな気もするけど。あー、ぴょーん。ヨロレイホーと戦いたいな。もうまた出てくるかな、次のフロアでも。あ、なに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 。あ、よし、うめえ。ボタン押す、何。あー、ちょあれ、武器世界のモンスターってさ、オリジナルの方だとさ、なんか今までの出てきた敵のなんか、あれ、なんか隠したかもわかんないけど、あった。おお、今までさ、なんか出てきた敵のさ、なんかなんか色がすごい黒くなってるようなやつ、あんなの出てこなかったっけ。変わったのかな。あ、ウルトラハンマー。あ、やっぱ肥満パターンなんだよな。はい、よし、下に降りて。こいつボスです、ボス。ごめんなさい。マリオだ、マリオだ、マリオが来たぞ、ここから追い出せ。さあやっていきましょう。そうそう、このリンリンランダーメビウスっていうね、系のモンスターが出てきます。じゃあ最初リンリン。弱点雷。朝ですよ、みえさん起きてください。ダークスター。おー、よかった、またダークスター。で、1時になりました、交流を降らす時間です。ちょ、怖いな。じゃあ次は、あ、同じか、リンリンとメビウス。これ左と右同じなのかな、ちょっと待って。1884、ジャンプと雷が弱点、時間減少許さない。で、昔の金。ピーチやばいな、これ大丈夫か。あー、そうだよね、なっちゃうよね。回復する時間です。あっ、ステリックボーム、そっか。お、いいんじゃない。あ、こいつ見てみよう、同じかな。あ、同じだね。はいはいはい、ジャンプが弱点ってなってたから、スタージャンプでいこう。
大丈夫。いで。雷ドッカンで行くか。普通に攻撃してもいいような気がするな。キノコの仮面、お、ピーチ戻った。いいよ。オーロラ雨の時間、オーロラの輝き。いで、あー、ピーチー。このまま行くか。で、リフレッシュジュースがありますね。よし。今度は？時間が進む。恐怖のルート何？死ぬやつだっけ？あー！お風呂を焚く時間。で、水蒸気爆発。待って、いやー、これはホットドリンクやな。時間が進んで、ダークスター、危ねー。花見をする時間、これまたピーチあれじゃないの、キノコになるやつじゃ。おー、ちょ、あー、マリオ、わー、これ入れ替えるか、さすがに。クッパにして、復活ドリンク使って、よし。ちょ、なんかベルがね、どれか死ねば、まだ楽なんよ。おーし、オッケー、一個なくなった。いてててててて。日が昇る時間です。フレア。ふぅ。ピーチ、キノコなんだよなぁ。支配ドリンク使うか。大丈夫。氷を降らす時間、アイスロック。あ、ちょっと待って、いや強いな。278、オーロラやな。おーん、いいのにして、回復。あ、必殺技も使えるか。もう やったな、やったな、お前。はい。久しぶりに使うか。うん。あ、おお、やった。
ちょっとオーバーキルしちゃったのかな、まあ、勝てたか、よし。でも強かったね。はい。というわけで、先に行きまーす。あ、そうそうそう、こいつこいつ、こういうね、敵がね、出てくるんですよ。BGM がちょっとボス BGM なのが気になりますが、ちょっと待って、いや G のでいいか、量産型、みんな量産型で済まされちゃうのか、かわいそうに。で何考えてるの、腹減ったでごわす、やん、オッケーオッケー、で一応ブロックを見るか、まだチームのメンバーが決まってねえよ。でこれピーチに入れ替えるからちょっと辛いんだけど強い、オッケー、よし、あとブロックだけ、ふう、あ、ウルトラキノコうまっ、ちょっと待ってね、これちなみにモンスターリスト1体ずつ更新なのかな、これ、あ、やべえ、わあみんな出てくるんやな、いろいろはい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 、じゃあこれは積極的に戦っていくしかないな、はいはい、先進みましょうか、おお、これは、あ、同じか、お、なんか下に落ちたらアイテムが、やった、ほんとさ、このさ、飛び移る系苦手なんよ。オッケー。ああ。あ、今度は、レッドとピンクとグリーンか。はいはいはい。見ていきましょう。桜吹雪。あー、キノコなっちゃう。またピーチ姫が。もしもセリバッチとかの方がいいかな。オッケー。何考えてるの、あ、弱っ、え、前がするわ、これも生まれつきよ、これちょ防御しとくか、アップアップ、あ、ピーチ姫寝ちゃう、すいやー、いいや、次はレッドを見る、この世の中を守るのだ、防御しよう、いて、マリオは大丈夫ね、ちょっとピンクを色ぐらい塗ってほしいわ緑やる、
てきたね、これツッツくん、あれこんなのいたっけ。あ、なんかトンテンカンとか覚えてるよ、そんなやついたよね。まずこいつツッツくん、辛いのよ本当は。守って命かけてます。おお、あーすごい、邪魔してきた。命大事にやで。あー、ミスった。クソ、200か。あー、逃げちゃった。見たかった。ピンチ大丈夫か。あ、間違えた。もうこいつやった。トン。よし。仕事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 。とかうまいね。ちょっと待って、あ、待って、君、オッケー、ヘイパワー。君は80。ヘイヘイヘイ、わっしょいわっしょい。なんか盛り上がってんな。私は帰ってきた。ヒマンパタコーラマジでタイミングわかんねえ本当。ポイントかもしれない。ほっか。いて、ちょっと待って、待って、待って。
あ、危ない危ない危ない。でこのテレサね、まだ何考えてるのしてなかったんだよな。あ、助かる。もう行、はい、はい、テレサ、はい、よよいのよいなんか全部元気だな、ここのモンスターたち。かわいいけど、これ。懐かしの敵がいっぱいや。2860。2だにゃかなりやる、あ、2だにかなりやるってにゃ、潰すにゃ、怖っ。42、結構 HP 高いからな。あっ、アイテムがダメね。ついたらやめようかな。必殺技がダメね。ピチピチ。いいね。64。でも通常攻撃が本当強い、このゲーム。アイテムが封じられて、あとあれか、クリア後の世界はクリスタラーだよな、やっぱり残ってるな。あとあれか、あれ探さないと、クランカジノ、なんかさ、クランカジノの行き方結構面倒だったような気がするな。どうしよう、もしかしたらクランカジノやんないかもしんないな。あとあれか、モンスターリストとかも埋めたいけど、まあ、ちょっとゆるくゴールを目指そうと思います。はあ！しょうがねえ。いけ！ゴム。キラキラ落とし。オリジナルさ、キラキラ落としってこんななんかスーパージャンプみたいな感じだったっけ。ほら、まだ知らない。わあ、アイテム使おう。クロイヤルシロップ、うん、死にそう。ほら死ね、ほら。はい、いや瀕死ってなんだよ、嘘つきやがって。まだ死なないじゃないか。まだか。まだですか。お休みやろう。ません。あー、倒れた。 ありがとうございました。 HP タフやったね。経験値うまー。ケチ姫どうしようかな。こういっか。フライパンが強すぎるからね。オノレンジャーたちやな。なんかね、あいつもいた覚えがあるんだよな。なんだっけ、
ベリドビッヒの量産型もいた覚えがある。よし、ということで、じゃあ今回ここまでにしておこうかなと思います。では、武器世界はまだまだ続くということで、お疲れ様でした。